厚間町は北海道胆振リ総合振興局管内有仏群にある町、道央南部に位置する。浜厚間のサーファー、厚間川下流川を上厚間大橋より望む胆振リ総合振興局管内東部にある、夕張山地から太平洋へと南流する厚間川の流域をほぼそのまま、町域としており、南北に長い。中心市街地である本町は、 厚ツ川中流付近にある。鉄道や国道二百三十五号は太平洋沿いの浜厚ツ地区を通過する。浜厚ツ地区の海岸はサーフィンに適しており、訪れるサーファーの人数は北海道内でも屈指の多さとなっている。町名はアイヌ語のアットマムアルタマムがアトマ、厚ツに点火したとする説とアトマプアットオマピーとする説などがあるが古い地名であり、特定は 困難な状況である。1960年の調整志行に際して、町が届け出た、あつまの読みが公式の町名だが、あずまとも発音されることを幕末に当地を訪れた、松浦武史郎が報告している。調整志行直後は、あずまと発音する住民が大半だったが、若い世代は公式通り、あまと読むことが多くなっている。また、あま川の行政上の故障は、あである。 混在する理由については、五島以外の他業や家業が濁温化する北海道方言の影響と推測する言語学者もいるもある。1月の平均気温はマイナス7.3度、8月の平均気温は20.2度、ネオ平均気温は6.5度、最低気温極値はマイナス27.5度、最高気温極値は34.1度町内からは、 1> 約1万4500年前の採石人格も発掘されており、この地区での人々の生活の痕跡は旧石器時代から確認される。その後、縄文人やアイヌの人々が定住しており、厚間川上流域での発掘調査で数多くの考古学的発見がある。縄文時代では約6000年前からフラノボン地周辺域との内陸交通のルートが 開かれていたことが判明し、約5100年前には、豊かな山の資源も加わり、大型住居跡や、鹿塚を伴う集落が形成されている。約850年前の殺門文化期においては、宇ったかし一遺跡より、愛知県常名用の壺が発見されており、欧州藤原市との関係のあった地域として、注目されている。また、富里地区、にタップな遺跡では、 シャクシャインの戦い前後のコタンー,ートが発掘調査され、当時の大名や豪商が使う手記も出土しており、この地域の力強いアイヌの姿が見えてきている。1800年に南部藩市森田貫重郎らが浜集間に移住したのが和人入植の最初とされる。本格的な開拓が始まったのは1870年に新潟県人が入植してからで、 この時をもって、現在の農業の町、厚間町の始まりとしている。トマトー厚間発電所浜厚間、上厚間地区は、苫小牧東部工業地域に続く地域として1980年以降、開発が進んでいる。苫小牧市との境に、苫小牧東港が作られたほか、道内最大規模の火力発電所北海道電力、トマトー厚間発電所や、 石油備蓄基地が置かれている。高等学校、中学校、小学校、空港から、中心市街までは、車で35分ほど中心市街からは、室蘭本線の早期待機が、最寄りとなる。かつては、苫小牧市 A バスが上厚馬線を運行していたが、1994年4月1日に、廃止された。定期航路では、 最大規模のフェリーが入港集まる郡町民による公と選挙を実施し決定した当庁の公式キャラクター。2013年8月18日に開催された町民体育祭週マリンピックで着ぐるみの初お披露目が行われた。町の魅力宣伝部長という肩書きを持ち、頭には作付け面積が日本一のハスカップ、胸のおにぎりで名産のお米を 背中にはサーフボードを背負って、道内屈指のサーフポイントである浜、厚間を、と、全身で厚間町をアピールしている。公式ページツイッター。ありがとうございます。